と満塁という場面でマウンドに登りました高梨さん、あの時の心境からどうぞ。高梨です、お久しぶりです。勇気の、ね、勝ちを横浜で消してからずっと彼に勝ちがついてなかったんで、今日はなんとか、最高にしびれる場面で、登板があったので、お伝えたいなという気持ちで上がりました。まさにリリーフピッチャーとしては腕の見せ所という、そんな場面で上がりまして、これまでも何度も経験しているそういった緊迫した場面だとは思うんですが、今日はどんなマウンドでしたか改めて。やっぱり相手も古巣っていうこともありましたし、そんなことを考えている場面でもなかったんですけど、とにかく自分にできる最善を尽くすということで、しっかり腕を、ね、振って投げることができたかなと思います。それから高梨投手自身としても昨年去年以上にいろんな場面での役割、こういったものが求められているようなシーズンだと思うんですが、改めてその自身の役割についていかがでしょうか。本当にしびれる場面で、たくさん、ここまで起用していただいているので、そこを、まだまだ上のポジションもありますし、自分としてはそこも狙うということで、成長できているかなと思います。改めて高橋さん、その上のポジション、分身の口から聞かせてください。いや、ちょっとクローザーは言い過ぎなんで、クォーターの負担を、3分の1ぐらい減らせるように、残りのシーズンも頑張っていきたいと思います。これから交流戦、そしてシーズンはまだまだ厳しい戦いが続くと思います。これからに向けて、チームを代表する立場としてこう一言いただいてもよろしいですか。交流戦もまだ、始まって2試合ですし、まだまだ先も長いですけど、1試合ずつ、チーム全員で、頑張っていきたいと思いますので、引き続き熱い声援よろしくお願いします。見事なリリーフ。